本日の毎日スプラスコープ23か22 24やっていきましょう。もうなんかモチベーションがねないっすね。本当にモチベーションがないっていうか、もう時間がないんだわ。いろいろやってて点数悪くない。でも塗りがちょい弱い。あーでも相手も、まあ、相手の方が塗り強いな。いやーこれどうしよう。リッターがいいのが嫌なんだよね。これリッターとかでしょうもない、世界しょうもないんで、リッターっていう武器。これ死んだら引退。よし、でナイス。誰だ、ローラーか。これリッターやりに行きたい。ええー、だからそれ届いたら結局お前メイン性能じゃん。メイン性能に頼ってるやつ全員弱者だから、残念ながら。はい、さあ1対1ではあるが、ジェッパだからリッター厳しそうだね。ジェッパ終わりが多分辛いじゃんみたいな。あ、やってくれた、ありがとう。よくあの状況食べられたね。はい、マニューバーね持ってれば勝てるんで、ケルビンとかスパッタリーとか関係なくスライドができるんで、スライドあるのに勝てないやつはアホなんです。で味方がジェッパで全員死にました。はい、無理にとつりましたね味方。いやーこれ打開できなくて終わりって、もう世界つまんないこのゲームなんですわな。このゲームはねクソゲームだから、マジで。本当にこのゲームがクソゲーなんてことはもう誰だって分かってるから。やってくれたけども味方が3落ち、何もしてくれない。スライドすれば勝てるから、このゲームなんで届かない。だからエリアのスプラスコープが弱いんだって、単純に。リッターなんて言っとけば勝てるやん。ほんま、何してたこいつ。いや、2枚やった2枚やったって、もう弱い。弱っ、雑魚。雑魚。クライム持って逃げるとか才能あるから他のゲームやった方がいいよ。本当に他のゲームやんなくていいよ。もう自殺して死にな。もうマジでこのゲームつまらん、本当につまらん。マジでどうせこのゲームを開けるんだろうな。なぜかというとつまらないから。はい、2240アジフライゴミステージ。はい、もうガチエリアっていうチンでゴミステージなんで塗り、まあまあ味方なんか3人光ってる。うわー、チャーコライいて、デュアルもいて、これ理不尽オールスターズですね。はい、負けました。誰もデュアルに勝てないからこの編成。え、デュアル対面最強だからな。え、今降りたじゃん。フリハンって落ちてない。そして今、ジャンキャンしてれば誰だって勝てる、このゲームは。なぜかというと、デュアルスイーパーを持てば勝てるんです。デュアルスイーパーを持てば勝てるから、このゲーム。なぜかというと、デュアルスイーパーが最強だから。誰も異論は唱えません。デュアルスイーパーが最強ということに誰も異論は唱えないんです。はもうそれで倒せたらこのゲーム終わりなんだけど、本当に。デュアルスイーパーがただただ強いだけじゃん、本当に。なんも思んない。てか、特定の動作が強いだけ。ジャンキャン、デュアルスイーパー、特定のことでやってることが強いだけです、このゲームは。本当につまらないです。マジつまんねえ、本当につまんねえ。
デュアルやれるかな。デュアルやっていく。で、なんかいるんだよな、ここ。ジェットか。やれないの今の。届いてないのよ。おかしいな、このゲーム。やられた、味方がやられてしまった。これ塗られちゃいそう。これ取られちゃいそう。いやー、これしょうがない。もう、持ってれば勝てる。若葉しかいないから若葉懸命してほしい。ラッカー若葉はラスパか、ラスパ積んでんのか。イディアでラスパっていう枠ね。思うけど。いや、わかんないけどさ、エリアでラスパって弱そうだよね。多分弱いと思うんだけど。デュアル。それやれる、それやれる。ボンピッチャーとかよね、誰でも勝てるコンテンツです。ナイス。その対面勝つのはね、君、お前が強いわ。お前がナンバーワンだ。チャーがどこだ、チャーが。そこか。もう、ジェッパにあんまつかないようにしろ。うわ、なんかいっぱい。3枚やっていく。これうまいでしょ。いや、マジで頑張った。頑張ってる。うち頑張ってる。さあ、相手、最後の戦いのチャンス。このタイミングでハイプ入れても勝ちかな、多分。で、ここ相手が突っ込んでいくから、そのとこでやれば、OK です。はい。あぶねえ。よく勝った。10キル。いや、これ頑張ったね。いや、味方もなかなか頑張ってくれた。ありがとう。9しかもらえん。いきます。2190、ホッケフト。ホッケフトはね、ハイプレが単純に強いから、スプラスコープはまあまあだと思う。って勝手に思ってる。編成はデュアルがいる。相手にもデュアルがいる。はい、負け。単純に、もう、これ、どっちのデュアルが言うのかっていう。もうなんか、スペースオジェットなんてさ、持ってれば勝てるんだって。なんも PS 関係ないわ。プレイスキルが関係ないコンテンツで勝てちゃうっていうこのゲームはまずね、おかしいよね。もう、なんでそこに敵がいるん？味方何もしてくんないの？いやもう、もうデュアルタイム負けるしんで、お前、もうこの試合負けたわ。だってデュアルタイム負けるんだもん。動物タイム負けるんだったらこのゲーム勝てねえわ。これ、終わり。サブスポーン強い、対面も最強ってさ、もうやばいでしょ。ナイス。これ一人ハイプレってるから。これ濡れる濡れる、濡れなきゃやばい、濡れなきゃやばい。嘘でしょ。もうデュアルとか勝てれば勝て、持てれば勝てるコンテンツよ。味方死なないでくれ、頼む。いやー、厳しそう。これ風呂が来るよな、多分。ナイスだけど、言うてエリアだからな。キャラコンがおせち。さあ、入ってるって言ってたけど、フォーム投げといて、やれないか、しょうがない。いやー、これきついな。
これ濡れないっしょ、さすがに。濡れたら褒めてあげる。しょうがない。いや、ナイス風呂やりだけど、キューバネ死なない？死ぬんかいお前。これ濡れるけど、これ風呂やりたいね。風呂やって、あーごめん、ジェッパでやらせてあげればよかった。ごめんね、切り取っちゃって。ナイスやりで、うちの方にハイプル打ってくれるんだったら、もうそれはそれでいいです。うちもハイプル打とう。いやー、これ無理やりカウントつけたいね。これやってこっちから来るよね。こうか、厳しい。いやでもあとデュアルだけだから、これ塗りたかったな。無理やり塗っとけばよかった。死んでもいいから。いや、それエリア内に死なないでくれ、頼む。いやで、塗ったけど、ペナルティが50くらいついちゃって、ゴミです。もうちょい前で圧かけたい。いや、これ相手がハイプレー溜めるよな、多分。2回スライドすれば、まあ、枯れるようになる。うわぁ、これは、しょうがない。いや、それ負けんのはしょうがない。いやぁ、これまずいな。ちょ、まずいな、これ。味方、まあ、マルチミサイルがいるから、マルチミサイルに合わせてこっちもハイプレー打ってあげたい。いや、マルチミサイルもう打っちゃったの？マジで。でもこれ、打開できそうだね、なんか。上に逃げちゃった。まあ、濡れたからいいか。とりあえず。いや、これハイプレで死ぬかもな。いや、マジでハイプレばっかだな、ほんとに。スペゾーハイプレとかいうね、そういう誰でも勝てるコンテンツ、ホッケで、しかも。いや、濡れはするけど、あと20秒。いやー、もうだから、デュアルなんだよな、ナイスやり。いや、でも、これ飛んでるから、一回取られちゃうな。あと一回で打開できれば勝ち、かな。とりあえず。一回止めるか。止められる？あ、止められる。あ、ナイス。あ、強い。あ、味方が強い。よかった、勝てて。よかったです。はい。デュアルで4キル。まあ、雨5回入ってるのにいいとしましょう。それじゃあ。また明日。